はい、すいません、時間をちょっと過ぎましてお待たせいたしました。それでは日米安保改定60年のシリーズ4回目として、今日は琉球大学沖縄から、山本明子先生にお越しいただきました。この中高新章から出された日米地位協定という本は、各紙の書評のところでも、ほぼ全紙取り上げられていたと思います。日米地位協定についてお書きになられていますが、その前にはこの米国と日米安保条約改定という本をお書きに、お出しになられていて、地位協定に焦点を絞られてますが、その前の日米、60年前の日米安保改定の時からの、一連の経緯をずっと研究をされていらっしゃる先生です。今日は、1時間程度お話しいただいて、その後会場からの質疑ということにさせていただきたいと思います。申し遅れました、司会を務めます共同通信の川上と申します。よろしくお願いいたします。それでは先生、早速ですけれどもよろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました琉球大学の山本と申します。今日は、無名の地方の、教員がこのような晴れやかな場に、お招きいただきまして、大変緊張しております。よろしくお願いいたします。安保改定60年ということで、お話を始めたいと思います。1枚進んでもらっていいですか。はい、安保改定は1960年1月19日にワシントンで、今の首相の祖父にあたる岸信介首相がアメリカのアイゼンハワー大統領と調印をして、全面的に1952年に発効した日米安保条約を改定したということになりますが、その安保改定というのは何だったかというところから今日のお話を始めたいと思います。安保改定というのは、研究の世界において一般的に何だったかというと、これは輝かしい外交業績としてまず語られます。日本が1952年に独立してから、1960年に初めて真の、対等な同盟関係へと踏み出した、その重要な外交上の奇跡が安保改定であると、このような評価が一般的でございます。他方でですね、その、対等な日米同盟関係についてはいくつか限界があったということも同時に指摘されているところです。書いてございますように、まずですね、これは捕獲を問わず指摘されていますのが、相互防衛条約に、なっていないというところに問題があるという点ですね。どういうことかと言いますと、いわゆるアメリカが軍事力を提供し、日本が基地を提供する、人と物との交換が、安保条約の、特徴としてよく言われてきますが、これは、岸首相にとって必ずしも本意ではなかったということが、よく言われております。岸首相は本来であれば、安保改定の後憲法改正もやって、真に対等な日米同盟関係、すなわち相互防衛条約の実現ということまで考えていたというふうに言われております。これが果たされなかったのは、安保改定の、片手落ちといいますか、当時の限界であったということを特に保守の研究者の方は、おっしゃいます。つまりこの憲法9条との関係で評価が分かれるというところがあります。この人と物との交換というものの評価についてはもう一度次のスライドで触れたいと思います。それから先に説明を進めますと、主にリベラルな研究者の方から、特に民主党政権の成立の時に話題になりました、その事前協議制度の形骸化、虚偽の運用というものの問題があったということもあります。1960年の安保改定の目玉として岸首相が掲げたのは、事前協議制度の導入でありました。事前協議制度というのは、アメリカが米軍基地を戦争のために使うときには、日本に事前に
計らうと、一方的に戦争を始めることはしないと、そういった内容です。ところがこれについていくつか抜け穴があったというところが、批判長年されてきたと同時に、自民党がその事実を認めてこなかったというところで、その2009年の民主党政権の成立の時に、岡田外相がその密約調査委員会を立ち上げたという経緯がございました。簡単に触れますと、この後ではもう触れないんですが、核密約、つまりその長崎と広島、順番が前後しましたが、2度のその原爆投下を体験した日本において、非常に反核感情が強いということで、当時の日本国民は在日米軍基地に核兵器を持ち込むということは決して許さないという、そういう強い世論を政府に対して突きつけておりました。ということで、岸政権もですね、在日米軍基地への核の持ち込みをさせないということを、事前協議制度の柱として、国民に対して掲げていたわけですが、実際には、抜け漏れがあったと。つまり核搭載艦船が、横須賀とか佐世保に寄港するということについては黙認するというのがあったと。それから、朝鮮議事録、つまり朝鮮戦争がもう一度起きたときには、在日米軍は、事前協議制度を使わず、つまり日本政府に諮らず直ちに出撃できる、こういう、内々の取り決めが結ばれていたということです。つまりその岸首相が目玉にしていた事前協議制度というものが、実際にはその国民が最も求めていた核の持ち込み、それからその朝鮮有事の際の機能というものがない状態になっていたというところで批判されてき、またその実態が2010年前後にかなりの部分解明されたという経緯がございます。そしてですね、これは割と新しい、保守系の研究者が、強調するようになったこととして、安保改定っていうのは、アメリカが初めて日本の防衛義務を保障したということで非常に意義があるのだと、そういう評価が近年出てきました。つまり、その以前のいわゆる旧安保と呼ばれる1951年に成立した、安保条約は、アメリカ軍は日本に駐留できるということのみを取り決めていて、日本に駐留するアメリカ軍が日本を守るという、規定が入っていなかったのです。ということで、この新しい1960年に改定された安保条約では、アメリカが日本を守るということが明記されたというところに価値があるのだという評価もございます。これについては、ではそれでその後日本はハッピーに生きてきたかというと、そういうではないというお話をこの後でさせていただきます。それからですね、先ほどご紹介に預かりました折衝日米地位協定、こちらはその安保改定の負の側面である日米地位協定の成立について、その成立過程を検証したというところに一つのオリジナリティがございます。どういうことかと申しますと、日米安保条約は1951年の調印当時には、まだ不十分なものでありました。一つの協定が交渉中だったからです。交渉中だったのは日米行政協定、つまりその日本に駐留している米軍の運用地位、まあ、平たく言うと権利特権を定める協定が非常に交渉が難航していました。失礼しました。でこれが52年、成立し、かなりその国民の批判を浴びる形で60年に全面改定されて日米地位協定になったという経緯がございます。ところがですね、日米地位協定に生まれ変わったはずの協定には、それ以前の日米行政協定の最も国民が批判していた部分がそのまま引き継がれたということが、これまで事実としてあまり知られていませんでした。知られていなかったのはですね、この合意議事録というものが非公開の存在であったからです。
1960年に日米安保条約が全面改定され、日米行政協定が全面改定される形で日米地位協定が成立したときには、どちらも国会で審議をしております。ところがその日米地位協定の運用について、交渉担当者同士の合意事項としてメモ書きの形で作られた合意議事録はですね、国会に提出されませんでした。で、この国会に提出されなかった合意議事録は、地位協定の規定と反する形で、日米行政協定の内容がそのまま盛り込まれていて、それがその国民の目に触れることなく官報の号外にのみ記載される形で、今日まで引き継がれてきているという現状があります。で、この占領軍の特権がどのようなものかということについてこれからお話ししていきたいと思います。はい、スライド進めてもらえますか。はい、ですね、まず人と物との交換というのが実際どのようなものなのかということで、メディアの方々でしたらもう何度も見たことがある、表だとは思うのですが、在日米軍基地が日本全国にございます。このようにその図でお示ししているのはですね、その人と物との交換っていうのがその非対称な同盟関係で良くないと批判される方が多いですが、人と物との交換というのはそんなに軽いものなのかという疑問が私にございます。もちろんその人と物との交換が軽い、つまり偏無的もしくは非対称で良くないとおっしゃる方々にはそれなりの根拠や信念があり、それはアメリカからの安保ただ乗り論の批判に応えるという形で発せられていますが、ここで考えたいのはですね、日本全国地方に在日米軍基地が散らばっているわけですね。沖縄だけではなく北海道、それから青森、北から南まで各地に地方自治体のさまざまな責務や負担を増やす形で米軍基地が存在しています。これはどういうことかというと、つまり、日米同盟は単純に外交の問題ではなく内政の問題でもあるということです。で、これがですね、長年の日本外交史研究では、かなりおろそかにされてきた部分であります。なぜかと言いますと、外交史研究というのは基本的に、外務省、それから防衛庁防衛省の資料を使い、あるいは、そういった官僚の方々のインタビューを用いて、エビデンスというものを、集めています。ということで内政の問題がどうしてもおろそかになりがちでした。そのためその外交局面だけを捉えて、日米の外交交渉だけを捉えてアメリカから批判されているので、人と物との交換は良くないという議論がどうしても大半を占めるという傾向がございます。しかし実際にはですね、この基地というものの存在があり、これは地方自治の問題に関わってきます。国と地方が安全保障でどのような協力関係もしくは対立関係に陥るのか、もしくはどのような関係が望ましいのか、そういった議論というものが学問上はやはり足りていないという現状があると思います。はい、実際ですね、沖縄に住んでおりまして、その外務省沖縄事務所ございますけれども、ほとんどその沖縄県民の目に触れる存在ではありません。何か在日米軍基地の事件事故があったときに対応するのは旧防衛施設長である沖縄防衛局であり、それから、地方自治体である沖縄県庁、それから関係の各市長さんですね。こういう話をすると必ず、いや安全保障は国の専権事項なのでという反論をされるんですが、安全保障が国の専権事項であるならば、じゃあ地方自治体の存在はいらないのか、そんなことはないというのは皆様の方が重々ご承知だと思います。近年のそのイージス・アショアの配備の問題ですとか、それから沖縄ですと辺野古の普天間代替施設の建設の問題、さらには、
千葉の、木更津に、陸上自衛隊のオスプレイを配備する問題、いずれも地方自治体の協力がなければ国の安全保障政策を円滑に遂行することがどれだけ難しいかという事例でございます。しかしながらですね、近年どちらかというとその地方自治を無視して日本の安全保障が成り立たないという議論は、ややもすれば劣勢のように私には見受けられます。おそらくこれはその国会議員の半数が今やその東京、千葉、埼玉、神奈川選出の議員で占められていることですとか、その近年その地方出身者が首都圏の大学に進学する傾向がますます減っていまして、首都圏出身の若者が首都圏の大学に進み、東京の観光庁、大企業、メディアに進む傾向がどんどん強くなっているということも一つあるのかなと、個人的には何の裏付けもございませんがそういう印象を持っております。現に私北海道出身で東京の大学に入りましたが、当時はクラスメートの半数以上は地方出身者でした。今一橋の学生と接しても皆さんやはり首都圏近郊の出身の方ばかりです。だいぶそのカラーが変わったなという印象を持たざるを得ません。はい、次のスライドお願いします。はい、人と物との交換が、問題だと言われるがしかしという話をもう一つさせていただきます。同盟のジレンマという、理論がございまして、スナイダーという研究者が提唱したものなんですが、おおむね便利なので今どの研究者も使っているものなので、ここで紹介させていただきます。でこれはですね、その人と物との交換が解消されたからといって今の日本の安全保障の課題が解決されないということを示す理論でもあるというふうに私は考えます。はい、同盟のジレンマというのは2つ大きくございまして、1つが巻き込まれの不安、これは冷戦期の日本の世論が非常に強く持っていたもので、つまりアメリカの核兵器が日本の米軍基地に持ち込まれて、米ソで核戦争が起きた時には日本は巻き込まれて滅ぶなどのような議論がそれにあたります。もう一つが見捨てられの不安で、これが冷戦後の日本、特にその北朝鮮の核開発の問題が浮上した後の日本の世論、それからその政治家の政策に非常に端緒に現れているものです。つまり最近見た NHK でですね、女性の可愛いタレントの方が出てらしてですね、ワシントン支局長に可愛く聞くわけですね。北朝鮮が攻撃した時にアメリカは日本を守ってくれるんでしょうかって。で、そういう不安が見捨てられの不安です。で、このアメリカは日本を守るのかということは、まあ、朝日新聞の記者の方が本も出されてますので、私は必ずしも専門ではないんですが、そのこの図に表しているようにアメリカと日本は共にその、まあ、ロシアはここに書いてませんが、いくつかの日本の近隣諸国と対立していながら必ずしも日米で利害が一致しているわけではありません。アメリカと中国は貿易交渉や軍拡競争で、対立してはいますが、これは今のトランプ政権だから言えることであって、その前のオバマ政権の時にはその貿易関係を重視するオバマ政権はむしろ中国との軍事的な対立を避けようとしていました。それからそのアメリカと北朝鮮の関係も日本同様核開発をめぐって対立してはいますが、他方でトランプ政権は北朝鮮との外交交渉によってその核開発の問題を解決しようとしています。で報道によればトランプ政権はその短距離ミサイルであれば開発を認めて、アメリカに届く距離のミサイルの開発だけをやめさせるという妥協はもう考えているという報道もございます。もしそうであれば日本には北朝鮮のミサイルは届くけれどもアメリカには届かないというところで、アメリカ
にとっては、満足がいくけれども、日本にとっては全く何も問題が解決していないディールが成立する可能性というものもあるわけです。またその日本と北朝鮮の間には拉致問題、ここに書いてないですが歴史問題もございます。つまりその日本はアメリカとの同盟関係だけを堅持していれば全ての安全保障問題が解決するわけではないというのは、アメリカと日本の利害が違うからという至極単純な問題になります。で、こうしたその利害が一致しない部分について日本政府は長年不安を抱いてきました。まあ、例えば尖閣有事が起きたときに米軍が助けに来ないんじゃないかとか、そういった声は繰り返し起きています。で、そうしたところからその日米同盟の進化といえば聞こえはいいですが、実質はいかに米軍を日本に引き止めるかというような検討というものも日本政府内では何度も繰り返されてきました。その典型が海兵隊人質論です。これは1970年代からあります。つまりその海兵隊というのは地上兵力なので、空軍海軍と違って有事が起きたときに速やかに日本から撤退できない、逃げられない部隊なので日本に置いておこうと。で、海兵隊が危なくなれば米軍も助けに来るだろうと、そういう単純化して言うとそういう議論になります。嘘なんですけどね、全くそんなことはなくてですね、特に今の海兵隊はそのオスプレイですとか、その海軍の強襲揚陸艦ですとか、さまざまなその移動の手段を持っていますので、海兵隊人質論というのはどちらかというと時代遅れに属するのですが、今でもそういった議論をされる方は、政府関係者の中にはいらっしゃいます。はい。つまりその同盟のジレンマというものがある限り、その人と物との交換を解消しても、日本の不安、それから日米同盟関係における対立は、解消されないということですね。で、それからですね、その日米安保の特質としてここで申し上げておきたいのが中軍協定であるということです。ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが、つまり米軍は日本に駐留できるということを書いているのが、日米安保条約の、特徴であって、これは必ずしも一般的な同盟条約のあり方ではありません。西ヨーロッパ諸国とアメリカが結んでいる NATO、 それから、フィリピンとアメリカが結んでいる同盟関係においては、同盟条約と米軍がその国に駐留することについて取り決めた基地協定は別物です。従いまして、その1960年代にフランスが自国の米軍基地をすべて閉鎖しても、フランスは NATO の一員であり続けましたし、90年代に入ってフィリピンが米軍をすべて自国から撤退させても、アメリカとフィリピンは変わらずその後も同盟国であり続けています。ところが日本やそれから韓国の場合はですね、同盟条約と基地協定が一体のものになってしまっていて、中軍協定、米軍がその国に駐留するということを取り決めた協定になってしまっていますので、仮に米軍が日本から撤退した場合には、すなわち日米安保が破棄された、同盟が解消されたということにつながりかねないわけですね。そういうところがまたその海兵隊人質論のような、その日本の見捨てられの不安を強めているという側面もございます。はい、次のスライドお願いします。日米地位協定合意議事録がどんなものか、もう本当に簡単にお話しします。要は地位協定の本文と合意議事録に書いていることが食い違っていて、しかも国民がその承認した地位協定の本文ではなく、合意議事録の内容に従って日米地位協定は運用されてきました。日米合同委員会というのも当然この合意議事録に従って在日米軍の運用について話し合う場として機能しています。
日米合同委員会の議事録が非公表なもので、どうしてもあそこでいろいろうすら暗いことを取り決めているというようなイメージがその流布しているんですが、そうではなくて、日米合同委員会というのはあくまで実務者、事務方レベルの担当者が合意議事録に従って、日米地位協定、それに基づく在日米軍の運用を話し合う場でございます。はい。で、例えば3条、基地権、つまり米軍が、在日米軍専用施設の中で排他的管理権を持つという、3条の取り決めにおいて、基地の周辺外ではそうではないというふうに地位協定本文には書いてありますが、合意議事録には実際には基地の周辺、基地の外でも米軍は独自の判断で行動できるというような取り決めになっています。これが占領期の米軍の特権がそのまま引き継がれたと私が申し上げた点です。5条はちょっと飛ばして17条のお話をさせていただきます。17条、最も批判が多い日米地位協定において在日米軍の刑事裁判権を取り決めたものですね。で、これは基地の中はともかく基地の外においては米軍は日本当局の指示や取り決めに従うというような内容になっていますが、この協定本文に反して合意議事録では、日本当局は基地の外の米軍の事件事故に対して捜査権を行使しないということが取り交わされています。その結果、現在まで続いている運用がこの内周線外周線の話でございます。この内周線外周線の話が最初にクローズアップされたのは、まあ、この言葉は当時使われていなかったですが、2004年の沖縄国際大学に普天間飛行場所属のヘリが墜落炎上した事件です。夏休み中でしたので、幸いなことに被害者は、日本人側にはいませんでしたが、そのフェンスを隔てているだけのその沖縄国際大学にですね、隣接している普天間飛行場の米兵がなだれ込みまして、大学の中を封鎖してしまうんですね。で、外務省以下日本側の関係者は誰もそのしばらく中に入ることができなかったと。で、この根拠は何だと、地位協定本文に違反しているのではないかという指摘に対して初めて外務省が提示したのがこの日米合意議事録の存在でした。沖国大にヘリが落ちるまで合意議事録の存在は知られていなかった、公開されていなかったということです。で、その沖縄国際大学にヘリが墜落した後の米軍が大学を封鎖したということへの対応の批判を受けて、内周線外周線のこの取り決めというものが、作られます。で、これは単純にその合意議事録上の運用を、ガイドライン化しただけのもので、内周規制線は日米が共同管理するといえば聞こえはよろしいですが、つまり日米双方の合意に基づいて運用なので、米軍側が合意しないと日本側は内周線の内側に立ち入ることができません。従いまして、結果として内周線の内側に、基本的に、日本側は入ることができないという現状になっています。で、これが問題にされたのが2016年末に、辺野古の近くのアブという場所に、オスプレイが、墜落、大破した事故、それから2017年に東村高江に、やはりその普天間飛行場所属のヘリが落ちて、その民間の商業用の牧草地に、墜落して炎上した事件、この時どちらもその現場に日本側は立ち入れず、土地の所有者も立ち入ることができず、全く実験のその真相解明、検証というものがなされないまま現在に至っているということがあります。はい、次にお願いします。字ばっかり見てると飽きますので、ちょっとグラフィックも使っていきたいと思います。合意議事録というのは、占領期の米軍の特権をそのまま引き継いだものだと申し上げました。それを象徴するものはですね、沖縄ではなく東京にございます。赤坂プレスセンターの、写真です。
トランプ大統領が来日したときに皆さん取られたと思いますが、このハーディーバラックスとも呼ばれる、この施設はですね、六本木にございます青山霊園ですとか新国立美術館がすぐそばにございます。でここはですね、1980年代にその環状3号線をその建設するにあたって、代替地を東京都が提供したら代替地ごと広く使われるようになってしまったということがありまして、非常に東京の一等地でありながら米軍にとっても、利便性の高いヘリの離発着場となっております。でここは実はですね、その宿泊施設がございます。米軍関係者であれば誰でも泊まれるようになっています。で、その宿泊施設はですね、だいたいその1泊50ドル程度で泊まれまして、部屋が2部屋、ベッドルームがクイーンベッドで、テレビがあってソファーがあって、で続きの部屋にまたテレビがあってソファーがあってテーブルがあって、で、トイレとシャワールームが別々でついている。で無料の朝食もついてます。六本木の一等地で、だいたい1泊5000円で2部屋でさらに別にトイレバスがついているホテルに泊まれるということはちょっと、考えがたいことですが、この、プレスセンターの宿泊施設は日本政府の思いやり予算で米軍であれば、1泊50ドル程度でそのような場所に泊まれる、非常にそのいい場所になっているわけですね。今年はその東京五輪もございまして、おそらく私のような地方の人間にとって今年の夏東京で、宿を取るということは至難の業だと思いますが、米軍関係者に限ってはその限りではないということです。次のスライドお願いします。はい。でなぜこの赤坂プレスセンターのような場所が存在しているのかという点につきまして、若干補足説明申し上げます。これはですね、旧安保条約が成立するときに岡崎ラスク交換公文というものが結ばれております。で問題はですね、占領米軍は非常に多くのその日本側の施設をそれまで、占領していまして、例えば今の国技館、あそこをダンスホールとして使っていたりですね、それから松坂屋、聖路加病院、そういったものも全部米軍の施設として使われていました。そうした膨大な日本側の施設を、日本政府は独立と同時に全て返してほしいと要請しましたが、アメリカ側は拒否します。で交渉が難航し、妥協策として出てきたのがこの岡崎ラスク交換公文です。つまり、日本側が、在日米軍の、基地施設の返還を要請してもアメリカ側が拒否した場合には暫定的に使用できると、またその暫定期間の期限はないということを定めたのが交換公文です。でこれはですね、もう占領の残滓として日本政府は国民から痛烈な批判を浴びます。従いまして、その安保改定の時に日本政府は何とかしてこの岡崎ラスク交換公文を無効にしようと努力いたしましたが、アメリカ側の抵抗の前に果たせませんでした。結果として、安保改定の時に日本政府はその占領期以来米軍が使用していた、占領していた赤坂プレスセンター含めた基地施設を、まあ、正式提供するということで、その辻褄合わせをするということで終わらせざるを得なかったということです。はい、次お願いします。はい、歴史の次はまた現在の話に行きます。ちょっと動画の再生をお願いします。これはですね、北海道の千歳市です。1月の最終週から2月の第1週にかけて、日米共同訓練が行われた際に、MV22 オスプレイが訓練に、ね、2機参加しています。で、皆さんからすると何の変哲もない田舎の風景だと思いますが、ここはですね、千歳の軽井沢と呼ばれておりまして、プロゴルファーの石川遼選手の別荘もございます。そういう高級住宅街の上をオスプレイがずっと旋回しているという映像です。これは
千歳大演習場という自衛隊の基地がここにございまして、大演習場に着陸する前にオスプレイが延々と大演習場の前を上を旋回してるんですね。でオスプレイはその着陸前にはヘリモードといってちょっと音が大きくなります。で音が大きい状態で演習場の上を旋回しているので、住宅地に低音が響いている状態が長時間続いていました。でこの時、この日米共同訓練の時に千歳市は市街地を飛ばないように事前に在日米軍に要望しています。で在日米軍側もできるだけ市街地の上は飛ばないという回答を事前にしていました。にもかかわらず実際に共同訓練が始まるとこのように市街地を飛ぶということになりました。次のスライドお願いします。でしかもですね、日米共同訓練は千歳恵庭間で行われたのですが、これは千歳市恵庭市ではなくて苫小牧市の、画像です。私の出身なんですが、この王子製紙工場のこの煙突が目印ですね。苫小牧市は訓練が予定されていなかったにもかかわらず、突然オスプレイが現れたということでですね、苫小牧市民がですね、珍しがってもうみんなこうやって画像を撮りまくったわけですね。ちなみに感想は、普段、千歳空港を離発着しているジェット機に慣れている苫小牧市民ならではで意外と静かだったっていうものだったんですけれども予定していないところでも、飛べるようになっていると。これが今の日米地位協定の現状です。でその法的根拠について次のスライドで若干説明を申し上げます。はい、読み上げてると時間がなくなりますので、端的に申し上げますと、つまり日米地位協定には米軍機の飛行訓練に関する規定がございません。規定がないので、日米両政府の解釈もそれぞれ異なります。日本政府は第3条を根拠としておりますが、在日米軍は第5条の2項を根拠として、基地と基地との間の移動できるということを読み替えて、基地と基地との間の移動という形で、米軍機の飛行訓練を行ってきました。で、規定がないということは規制もないということです。従いまして、どこでも飛べる、いつでも飛べるということになっています。右のデータはですね、夜間早朝に、嘉手納基地普天間飛行場を離発着した米軍機が起こした騒音回数の統計です。近年増加傾向にございます。で、これについてもちろん市民の方から長年にわたって苦情は出ていますし、訴訟も起こされています。またその厚木横田両基地と一緒に嘉手納基地普天間飛行場はその日米合同委員会で騒音規制措置が取り決められています。しかしその地位協定本文の方に規制がないために、日米合同委員会で取り決められた騒音規制措置というのはあくまで米軍の努力義務に過ぎません。米軍が、緊急で必要だと認めた場合には深夜早朝でも飛んでいい、低空飛行も可能であると、そういう内容になってしまっているがために、現状として米軍は、沖縄だけではなく北海道でも、あるいは、その他の場所でも、いつでもどこでも好きに飛べるというようなのが今の地位協定の現状です。次に参ります。はい、こちらの男女はですね、沖縄県宜野湾市の緑ヶ丘保育園の一番左が園長さん、右側が、お母様方です。皆さん怖い顔してるんですけれども、普段はいつもニコニコ笑っている方々で、まあ、当然です。子供相手に、24時間、その怖い顔してる大人なんていません。特に園長先生は、クリスチャンでもいますので、普段本当に柔和な笑みをたたえている方なんですが、2017年の12月にですね、その園児が休んでいる保育園の屋根の上にその普天間飛行場所属ヘリの付属品が落下しました。で園児の身に危険がまた起こることがないように、その
再発と原因の究明を求めた保育園側に対して、米軍はですね、その落ちた部品は海兵隊のものであるということは認めたんですが、落としていないと主張しました。じゃあどこから来たんだと、風が吹いたのかという話で、普通に考えると、ちょっと考えにくいんですが、在日米軍がそのようなその回答したということで、緑ヶ丘保育園には嫌がらせの電話が殺到しまして、こちらの方々大変苦労されました。で、現在に至るまでその米軍側がその事故として認めていない以上、その日本政府としても対応できないということで、毎年その日本政府側へその対策、それから対応を求めているにもかかわらず、いまだに対応してもらえていないという現状がございます。どうして米軍がその近所に部品を落として責任を認めないということがまかり通るのかという話をする前に、もう一枚動画を見ていただきたいと思います。私が勤務している琉球大学の日常です。お願いします。音声はあんま聞こえないと思うんですけど、結構うるさいです。これはですね、琉球大学の上を飛ぶ普天間飛行場のヘリです。毎日飛んでます。何だったらですね、センター入試の時も飛んでます。2017年センター入試の英語のリスニングの最中に飛ばれて、我々非常に迷惑しました。これが沖縄の、日常であるわけですね。で、実はその普天間飛行場嘉手納基地については、騒音規制措置の中にその周辺の人口集密地帯、つまりその学校とか病院の上を飛ばないというような努力規定が入っているんですが、実際にはその保育園、小学校、大学の上を、高校の上を飛んで物を落とした事故もあるんですけど、日々、米軍機が飛行している現状がございます。次のスライドお願いします。で、これはなぜかと申しますと、これはですね、必ずしも日米地位協定独自の問題ではなくて、その全ての地位協定に共通している問題ではあるのですが、国際法上の主権免除原則というものがございまして、米軍という組織は、日本の住民の身体や財産に損害を与えても賠償義務がございません。これ国際法上の米軍というか、すべての軍隊の特権となっております。ただし、組織としての米軍は責任を負いませんが、個人としての米兵は責任を負うというところが、この規定のややこしいところです。18条にまた、はっきりとこの主権免除原則の話が書き込まれていない。国際法を知っている人間だったら当然だろうという書き方になっているので、ますます分かりにくいという問題もございます。で、個人としての米兵、米軍関係者には民事責任があるので、公務外であれば日本の法律に基づいて、公務中であれば日米地位協定に基づいて、在日米軍は損害賠償の義務を負います。しかしですね、基本的に組織としての米軍には、責任がないということが、こうしたその学校の上を飛んで、部品を落下させて、住民に被害や不安を与えても米軍が責任を負わない、責任を負うインセンティブを持たないということにつながっています。で、これ右側はですね、かなり古いデータなんですが、全国の基地騒音訴訟の訴訟して賠償額が確定したものについての一覧でございます。で、これお金を払うのは誰か、日本政府です。米軍側はすべてその支払いを拒否しています。で、これが問題だというふうな報道もございますが、それはややその誤解で、実際には主権免除原則があるので、米軍はこの日本の裁判で確定した賠償額を、支払う義務がございません。そういったことがあるので、その米軍は、事件事故の責任を認めたり認めなかったりする。もしくはその日米合同委員会合意で人口集密地帯の上を飛ばないという規定があっても、守るインセンティブにつながらないという現状があるということです。最後のスライドになります。
ですね、最初のスライドでお話ししたのは、その日米安保とは、どういうふうに評価されてきたのかというお話でした。で、すいません、安保改定とはどのように評価されてきたのかというお話でした。で、安保改定というのは日本外交において対等な日米同盟関係と踏み出した重要な第一歩であると評価される一方で、相互防衛条約にならなかったので限界があるというような評価も同時にございます。しかし、では日米安保条約を相互防衛条約に近づけていけば、憲法改正をすれば、対等な日米同盟というものは果たして実現するのでしょうか。ここでですね、私はまあ専門にのっとって憲法のお話とかを抜きにしてちょっと考えてみたいと思います。はい、私の専門はまあ安全保障ですので、そうしますと、国と国というのはその力と力の関係で、どうしてもその外交交渉上の優位不位理というものが規定されるという考え方を取ります。それで申し上げますと、日本はですね、近隣に日本よりも力の強い、つまり軍事力、経済力、それから国際世論に訴える力が、日本を上回っている、中国、それからロシアという2つの大国を抱えています。特に2000年代に入って、日本はその経済大国としての地位を、中国に譲り渡し、その傾向というものは、一層強まっています。またその北朝鮮という、交渉しにくい国というものもございます。で、こうした中国、ロシア、北朝鮮が近隣にあって、日本が自力で、対抗する、軍事的なその抑止力を効かせる、経済力で競争する、もしくは国際世論に訴える、こういったことができるかというと非常に難しいと言わざるを得ません。したがって日本は、日米同盟関係を盾に、こうした、中国、ロシア、北朝鮮などの国々と、交渉をするという姿勢を基本的にその取ってまいりましたが、これはつまりその常にアメリカに対する見捨てられの不安が存在するということになります。つまりもし仮に日本が、岸信介首相が目指していたように憲法を改正をし、攻撃的な防衛力を持てるようになり、アメリカと真の対等な同盟関係を築いたとしても、中国、ロシア、北朝鮮に自力で対抗できないのであれば、常にアメリカに依存せざるを得ないということです。したがってその憲法の問題、相互防衛条約ではないその日本とアメリカの同盟関係の非対称性の問題ではないのではないかというのが、私の考えです。で、またですね、こうしたその日米同盟関係というものは、そのこれまでどんどんその新しい局面に踏み出すことで強化しようと日本政府の担当者は試みてきました。冷戦期にはその自国防衛としてその存在意義を位置づけていた日米安保は、冷戦後湾岸戦争をきっかけに地域秩序の安定を新たな存在意義として認めることになり、さらにイラク戦争後はその世界秩序の形成にもその寄与する存在として位置づけられるようになっています。しかし同盟の形はどんどん新しくなり深まっていく一方で、古い問題であるその占領期の米軍の特権の問題は手つかずのままここまで来ております。それが、最も凝縮された形で現れているのが沖縄という場所であり、政治であるというふうに私は日々感じています。つまりその、より進化する日米同盟関係というものを考えるときには、新しい局面に目を向けると同時に、古い問題、歴史的なその遺産の問題というものも同時に考えなければ、かえって歪さ、が残ったままになるのではないかというのが私の最も心配している点です。
それを考える上ではやはりその地方の問題、地方自治の問題、地方自治体がその安全保障の問題、基地の問題に、どういうふうにその考えているかということについて日本政府に対して意見が挙げられる、意見が言えるような仕組みというものを作っていかないまま、安全保障は国の専権事項だからと、もしくはその日米同盟は永遠の絆だからということで、いたずらにその軍事協力を拡大させていっても、結局常に足元が揺らいでいるということになりかの、なりかねないのではないかというふうに考えます。少々時間早いですが、はい、私の方から取り急ぎ以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。今日で、日米安保に関しては4回目になりますが、まあ、ずっと一貫してこの対等性とか、まあ、非対称のバランスとかということがキーワードになってきているのかなと、過去のこれまでの講師の方のお話もそうだったかなと思いますが、今日はその中でも特にそこの負の側面というところに焦点を当ててお話をいただけたのかと思います。私から一問だけ質問させていただきます。まあ、そのいう問題の中でこの日米地位協定を、まあ、見直すのか改定するのか、まあ、日本政府外務省は、まあ、運用の見直しということでずっとやって、まあ、何か問題が起きれば運用の見直しということでしかやってきてないわけですが、地位協定を今後どういうふうに、まあ、取り扱っていくべきだというふうに、まあ、ご提案があればお願いしていますか。ありがとうございます。そうですね、まあ、政治の問題なのでなかなか実現性まで考えると申し上げるのは容易ではないのですが、やはり一番の問題は、国会で批准された日米地位協定の、規定本文に反する運用がなされていることではないかと思います。つまりその国民の目から隠される形で行政協定時代の運用が合意議事録という形で守られ、それが国民の知らないところで2000年代まで、引き継がれてきた。で、今はその外務省のホームページで、合意議事録の全文が見られますが、じゃあ見られればいいのかと、そうではないね。その民主主義国家においてその民主的な、手続き、議論、承認を経ずに成立したものがその上位に来ている、運用というのはおかしいのではないかというふうに考えますので、日米地位協定本文よりもまず合意議事録の見直しが、先なのではないかというふうに考えます。もちろんその理想は合意議事録の破棄だとは思いますが、全面的な破棄ができなくても、そういったその非公式な取り決めというものが上位に来ているような現状を見直すべきであると、できるだけ廃止していくべきであると、日米地位協定本文だけで運用できるような形に持っていくべきであるというふうに考えています。地位協定の本文にのっとって運用がされるということで、初めて国民の目から何が地位協定の問題かということが、明らかになるのであって、その地位協定の本文を見てもよくわからない、政府の言ってることを聞いてもよくわからない、問題だと感じているんだけども、どこに異議申し立てをすればどのように現状が解決されるのかわからないというところに、地方自治体の方々の、最も深い悩みがございます。やはりその日本が民主主義国家であり地方自治というものを掲げている以上は、まず問題の根源がどこにあるのかということが見えるような形に運用を改めるべきであるというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、会場から、質問を受けたいと思います。所属を、お名乗りの上、できるだけお一人一問でお願いしたいと思います。どうぞ。最初、今の話には出てこなかったんですが、その
最新のその本の中でですね、行政協定から地位協定に変わるところのことが、まあ、かなり詳しく書かれてますけど、その中でね、あの防衛分担金というのが廃止されたというふうにありますが、この防衛分担金というのはですね、どういう性質のものですか。つまりあの、日本がアメリカに対してですね、占領していただいてありがとうございますという、まあ、非常に感謝の気持ちを出したようなものなのか、それとですね、これが後に出てくる思いやり予算などと比べとの違いですね、それがどういうものなのかですね。あともう一つ、その後書きのと言いますかね、今のお話を聞いてますとね、あの日米安保とまあ事実上一体である地位協定およびその、それをまた裏から支えている議事録ですね、こういったものに対して非常に批判的に述べられているわけですが、でにもかかわらずね、後書きの中で私はあの日米安保 には基本的に支持するというようなことを支持の立場であると書かれているわけですね。でこれはなぜ支持するんでしょうか。まあ、あの現実問題として安保のようなものがなければね、まあ、中国とかロシアみたいなあんな怖い国が近くにいたら困るからという極めて現実的な問題からなんでしょうか。はい、ありがとうございます。防衛分担金はこれは今の思いやり予算と基本的に同じものと考えてよろしいと思いますが、ただし50年代の防衛分担金は在日米軍基地の日本人従業員の給料とかではなく、あくまで在日米軍の駐留費として使われていたということです。だから使途が決められていたのではなく、今の思いやり予算との違いで申し上げますと、今の思いやり予算の項目は基本的に使途別、用途別になっていますが、防衛分担金はまず金額が決められていて、この金額の中で、在日米軍が自分たちの駐留負担を軽減するために使っていたということですね。それから、はい、よく聞かれるんですが、どうして日米安保支持と書いているのか。これはですね、中高新書の担当者がそうやって書いた方が売れるとおっしゃいまして、私が編集者時代からお世話になっている大先輩なので素直に従いましたというのと、あとはやっぱり現実的な問題として、現状他に選択肢がないという非常に消極的な理由もございます。その戦後日本はその日本とアメリカの同盟関係に依存する形で、その他 その日英同盟ですとか、もしくは地域の多国間同盟ですとか、そういったものを追求せずにここまでやってきましたので、今他の選択肢がない、取って代わるものがない以上は、まあ、しょうがないと、そういうことです。ごずりになりましたはい、ありがとうございます。はい、どうぞ他の方、どうぞ。はい、あ、じゃあそちらから、すいません、東京新聞の豊田でございます。お久しぶりでございます。まず一点ですね、その合意議事録っていうのがそもそもその国際法的にですね有効なものなのかどうかっていう、こととですね、もう一点、その古いいわゆる行政協定を引き継いだその古い問題ですね、これを解決すれば今その日米安保の抱える問題というのがですね、解決するのかどうか、その辺どのように見てらっしゃるのかについて教えていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、まず合意議事録というものは国際法上は有効で、例えば、1965年の日韓基本条約にも合意議事録というものはございます。ただし合意議事録というのは、基本的に、交渉担当者が後の、関係者に引き継ぐ意味合いで、したためるメモ書きという位置づけでございます。つまりその業務上の引き継ぎ事項ですね、交渉上こういう点が論点になって、その点について我々はこういう解釈で合意したと
いうことを書いておくことで、後任がそのスムーズに協定条約を運用できる、解釈できる、解釈の齟齬が後年起きないようにするということが本来の合意議事録の目的です。ところが日米安保条約の日米地位協定の場合には、合意議事録が地位協定本文を書き換えるような形の内容になってしまっている、反する運用を、可能にするような内容になってしまっているというところが、この地位協定ならではの合意議事録の問題だと、考えます。それからですね、その占領期の米軍の特権をが維持されているという古い問題を解決すれば、安保の問題は解決されるのかというご質問ですが、安保の問題というものをどういうふうに定義するかによりますが、これまで散々議論されてきていたその同盟の非対称性、人と物との交換という問題は、解決されない。これはその日本の地政学的な問題がある以上は同盟のジレンマというものはずっと続いていくだろうというふうに考えます。しかしながらですね、その古い問題である占領米軍の特権を維持したまま、今のようなそのナショナルからリージョナル、リージョナルからグローバルな日米同盟関係の発展というものを続けることで、在日米軍基地がある、基地の所在自治体の負担というものは年々重いものになってきています。沖縄に関しても、そのトランプ政権になり、その中国とロシアを古典的な競争相手と位置づけたことで、その新しい戦略の下で米軍の訓練が以前よりも活発になっています。そのパラシュート降下訓練ですとか、その住民の心理的な負担や危険が大きいものがどんどんその訓練内容にプラスされているという現状があります。つまりその同盟の進化ということと合わせて、その米軍の特権の見直しということを図っていかないと、そのどんどん地方に地方に安全保障上の負担が押し付けられるということになりかねない。それでは結局その地方の反発というものが大きくなって、その辺野古の代替施設の建設ですとか、イージス・アシュアの配備のようなことが繰り返し起こり、結局その同盟の足元が常に揺らいでいるというようなことになるのではないかと考えます。豊田さん、よろしいですか。はい、はい、それではさっき手を挙げられたの倉重さん、どうぞ。毎日の倉重です。ありがとうございました。3つお聞きしたいんですけどね、はい、1つは同盟のそのものと人というね、非対称性で、物のが人の命より価値が低いという意味でのね、非対称性をよく言われるんですけども、実は物もね、金とかそれを生産するに至るいろんな手間暇かけるとですね、あまりない戦争で失う命以上にね、物のその代償の方がね大きいって計算もできると思うんですよね。先ほどおっしゃったように、その地方自治体にどれだけいろんな負担がかかっているかという話とか、そういうマイナスとかですね、あるいはアメリカ軍にとって、アメリカにとってその日本の基地のね、非常に戦略的な重要性ですね、そういう向こうのプラス、そういったものをこの何て言いますか、比較する、どちらの国により悲劇しているのかと、あらゆる総合的にね見た場合に、実は日本の方が出が多いんじゃないかという議論もあると思うんですよね。それを先生はどう見られておられるのかというのがまず一つなんです。それからですね、この本をね読ませていただきまして、非常に何て言うんですか、明晰にね、この歴史的なそのこの地域協定の歴史が検証されていると思ったんですが、その最後のねところにですね、本を書くのは怖かったという一行はあったんですけどね、その怖さっていうのは、まあ、その戦争に巻き込まれるようなことはあえて自分に そこまでしたくないという趣旨を書かれてたんだけども、そのある意味じゃ日米安保っていうのは一つの観点からするとね、
聖域というかですね、まあ、国体的な見方をする人もいますね。非常に、昔で言えばその天皇の御神栄じゃないですけどね、非常になんか触ると災いが起きるかもしれないというね、まあ、そういうその感覚からするとですね、その書かれていてね、あるいは書かれた後なんか身の危険を感じたことがあられるのかどうかですね、そういうことも含めてしたい。でもう一点がですね、まあ、最後におっしゃったね、その議事録の廃棄ないし見直しが最大のその一つのポイントであると。でそれをね、政治的に実現するとした場合にですね、どの政治勢力がね、どういった形で、その国会の中での議論でですね、実現できるというふうにもし助言するとしたらお話になりますか。その3点お願いします。はい、ありがとうございます。人と物との交換と言いながら、実は物の方が持ち出し負担が大きいのではないかというご指摘でしたが、これについては防衛大学校の武田先生がコスト計算をされているので、私はその必ずしもその実証的に申し上げることはできないんですが、そうですね、日本というふうに一口で申し上げても、やはりその東京と地方では違うというのが私の率直な実感です。日本の方が持ち出しが多いといったときにですね、その税金上の負担という意味では日本国民が等しく、思いやり予算という形でその基地負担を、負担していますが、これがですね、日常的な騒音ですとか心理的なストレスというところまで含めると、その東京と地方で考えたときに、地方特にその基地所在自治体の、持ち出しというものは非常に大きいのではないかと。つまりその東京で会議室で安全保障政策を考えているときに出てくる抑止力という言葉、これが地方の現場でどういうふうに実現するかというところの落差が非常に大きいと私は考えています。例えばですね、日米同盟の進化の一つの象徴として陸上自衛隊が創設した日本版海兵隊水陸機動団というものがございます。実際にその藍の浦駐屯地に見学に行ったことがございます。学生を連れて行って心よく見学させていただいたんですが、その上陸訓練をする砂浜が使えていないと。どうしてですかというふうに伺ったら、その水域の使用権の問題で、漁業組合とか自治体の許可が取れていないと。でそれから、移動用の装備をお持ちでない、オスプレイを佐賀空港に配備できなかった、で木更津でも、しばらく反対されていたということで、ノースカロライナ州にその水陸機動団の、移動手段であるオスプレイがずっと駐留していると、じゃあ今南西諸島で有事が起きた時にこの人たちはどうやって移動するんだろうというような、そういう状況があるわけですね。だからきれいな抑止力という言葉を東京で語っていても、結局その地方では地元の自治体やさまざまな関係団体が反対すれば、全くその抑止力のために作られたさまざまなその部隊が満足に訓練も行えない、移動もできないような状況に置かれるということになるわけですね。で、非常にその水陸機動団の方々が日々過酷な訓練を行っていても、そういう状況に置かれているのは、その地方の方が安全保障上の負担が重いという状況において、地方が非協力的だからであり、地方を非協力的な存在にするような東京のその現場を見ていない安全保障論というものが残念ながら、あるからだろうというのが私の考えですね。ですので日本の持ち出しが多い前に、まず地方の持ち出しが多いという点を考えるべきだろうと思います。次に後書きですね。
幸いなことに沖縄は非常に治安も良くてですね、私は身の危険を感じたことはございません。個人的に外務省から文句を言われたことはございます。防衛省の方からも個人的に抗議のお手紙はいただきましたが、皆さん真摯でですね、非常にそのエビデンスを持って、ここは違うんじゃないかというお話で、その点は真摯に受け止めて、増刷のたびにちゃっかり直していますので、最新版は外務省防衛省の方が読んでも文句のつけようがない内容に仕上がっているはずです。はい。で、それから最後に、議事録廃止、合意議事録の廃止をするとしたら、どの政治的な勢力なのか、これはやはり、非自民勢力でなければ難しいだろうと思います。密約検証委員会の設置もそうでしたけど、やはりその自民党政権が長年安保政策を、やってきた中で、この合意議事録が運用されてきたということに鑑みると、やはりその同じ自民党の、政治的指導者が、その合意的議事録の存在を批判するということは難しいだろうと。まして、岸首相の子孫が生きてらっしゃいますので、なかなか容易ではないだろうと思いますので、これはやはり非自民政権がもう一度実現した時に合意議事録の見直しの機運というものも出てくるんだろうというのが、私の個人的な感想です。はい、ありがとうございます。どうぞ。どなたでも。はい、どうぞ、小川さん。毎日新聞の古賀といいます。ありがとうございました。その合意、いわゆる法体系、法秩序というものが、憲法を頂点としてですね、きれいに並んでいるということが、当たり前のことだろうと思うんですけども、合意議事録は、事実上その憲法の上位に、君臨しているような状態にあって、これはいびつであることは間違いないと思うんですけども、これをじゃあどういうふうにしてそのいびつさを解消していくのか、その単なる理想ではなくてですね、現実的にどういうふうにしていくのかということを考えたときに、やはり本の中でも書いておられたと思いますけど、そのイタリアとかそのドイツなどの敗戦国ですらね、その米軍に国内法を適用させるように一部はしていると。でそれはやっぱり集団的自衛権の扱いの問題があって、そこに踏み込んでるからこそ日本よりもある一定程度のものを勝ち取っているのではないかと、いうことで、その9条の改正を含めて考えないとここの問題というのは片付かないのかなとは思うんですけども、一方で今おっしゃったその日本のその地政学的な位置づけから言えば、アメリカに対する依存が非常に強いので、これ仮に9条で何か手当てをしたとしても、なかなかすんなりとはいかないかもしれないというふうな受け止めをしたんですけども、その辺はいかがでしょうか。ありがとうございます。集団的自衛権の問題が、出てきたので、現政権の政策の問題を指摘する形でお答えさせていただければと思います。そのイタリアとかドイツの場合、よく言われるのが国内法を、米軍にも適用していると、それからその管理権をその国の政府が持っているということが言われます。でこれはその正し書きがございまして、平時に限った、話だということがございます。つまり、戦争が起きたとき、有事で NATO 軍が戦闘状態であるときには、イタリアとかドイツの国内法はそこの国に駐留している米軍には適用されません。しかしながら、少なくとも平時においてはその国内法が適用されるというのは非常に重要な点です。なぜなら日本の場合は、在日米軍は常に有事、戦闘状態、戦争状態を想定した訓練を、日々行っているからです。つまりその
基地所在自治体においては、住民の日常生活の中に米軍の戦争状態が入り込んでくるというのが、その地方において最も深刻な問題であるということですね。つまりその平時と有事の区別をつけるという形ではあっても、国内法を適用できれば、かなりその地方の負担というものは減るであろうと私も考えますが、現政権はその J アラートですとか国難突破解散ですとか、つまりその常に今が有事であるかのように喧伝することで支持率を保ってきた政権です。そうしたその政治手法がそのもし今後も使われるのであれば、平時と有事の区別をその日米地位協定の運用で実現するというのは非常に難しいだろうと思います。つまりその日本側が有事だと言っているのであれば、在日米軍も堂々と有事の運用を行うということになってしまいますので、平時と有事の区別を今後仮に日米地位協定で実現したとしてもあまり意味がなくなるということになります。はい。それから、集団的自衛権の問題でいうと、やはりその同盟の深化ということと同時に、その運用上の対等性というものを求めていくという姿勢が日本側になければ、結局その日本側特に基地所在自治体の負担が増えるだけに終わってしまうというところが、やはりその集団的自衛権の議論の中であまり触れられていないけど、その重要な部分だろうと思います。その今沖縄ではその自衛隊の南西配備が進んでいて、与那国島、宮古石垣、まあ、それから沖縄ではありませんが、奄美にも自衛隊の配備がされていますが、結局、地域住民にとって最も問題なのは、戦争になった時にどうやって我々は逃げるのかという問題ですね。でこれがその住民説明会でも常にその答えが出ない問題として、エンドレスで議論し紛糾し罵り合いになるわけですが、その小さい島で、国民保護法に指定されているような、自治体による住民の避難ができるかといえばおそらく不可能であろうと。自治体にはその住民全員を避難させるだけの移動手段もなければ、海上空中に敵がいる状態においてその逃げようがない。で自衛隊は戦闘に特化していて住民の避難は行わないということであれば、島嶼地域での戦闘っていうのはすなわち住民の死を意味するわけです。そういったことについてのその手当てがない状態で集団的自衛権の問題議論が進んでいるということが、地方に住んでいると、非常に問題だと感じます。その住民の保護住民の避難は全部自治体の責任だということで済ませてしまっていて、日米同盟の深化、抑止力の強化という議論だけが先行していくというのでは、地方自治体の協力というのを得るのは非常に難しい。自治体の協力を得られても住民の理解を得るのは難しいと思います。小川さんよろしいですか。はい、じゃあどうぞ。すいません、個人会員の杉本と申しますけども、本はまだ読んでないんですけど、これから読ませていただきますけども、この合同議事録みたいなことがですね、こういう本文と違ってくると行政そういうこうなんていうかな、歪みみたいなのがどうしてそういう妥協が成立しちゃったんですかね。つまりそのアメリカの方がこうなんかいろんな形で脅したりうんぬんして、日本も例えば守ってくれないとかね、もう守んないよそんなこと言ってたとか、なんかこういろいろなことがあったんですかね。その辺のところを教えてください。ありがとうございます。安保改定交渉のお話ということで、申し上げます。安保改定はですね、国務省が、主導する形で、アメリカの軍部は基本的には、反対でしたが、最終的には認めると。ただし認めるときの条件として、日米行政協定をいじらないというものが最初ありました。
つまり日米行政協定で占領期の米軍の特権を維持するのであれば安保改定を認めてもいいというのが、そもそもの安保改定交渉のスタートだったわけです。ところが、岸政権も分かったと、それを織り込み済みで、安保改定交渉を始めた後で、自民党の反岸派であるその河野一郎、三木武雄、池田隼人、そうしたその派閥の領袖たちがその国民の生活に直結する日米行政協定の問題を解決せずに安保改定をするということに反対を始めます。で、彼らはその自民党総務会の場でその激しく主張することで、その岸の安保改定交渉に待ったをかけるわけですね。そうしたその派閥政治の力学の中で、岸首相としては自民党を一つにまとめ、安保改定交渉を成功させるためには、アメリカの軍部が反対していても、日米行政協定を改定しなければならないというところまで追い込まれます。で、追い込まれた岸政権に対してその当時の、駐日アメリカ大使館は手を差し伸べます。これはその岸政権というのがその戦後やっと成立した保守の安定政権だというふうにアメリカ側が考えていたからです。岸信介首相の前は石橋湛山、その前は、今の鳩山由紀夫さんのおじいさんでいる鳩山首相で、つまりそのどちらかといえば反米的な色合いが強いとアメリカ側が見ていた首相が2代続いた後での岸政権だったので、何としてでもここで保守政権の安定化を図りたいアメリカとしては岸政権に花を持たせる必要があったということです。で、岸政権は、党内国内で追い込まれている。でアメリカとしては国務省はそれに手を差し伸びたいんだけれども、アメリカの軍部はもちろん姿勢を変えない、米軍の特権は一つたりとも譲りたくないというところで、岸政権のメンツを保ち米軍の特権も維持するためには、秘密裏に合意議事録を成立させ、表面上はあたかも対等な同盟関係が現実したかのような、新安保条約と日米地位協定を成立させるという形で政治的な妥協が図られたということです。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ他にいらっしゃいますか。じゃあ私の方からもう一問、後書きにこだわるわけではないんですが、日米安保条約を支持する立場だというふうにお書きになられていて、まあ、今のトランプ大、今というか、この4年も今年大統領選挙ですけど、トランプさんのような大統領が出てきて、で、駐留経費の負担増を要求するというのは、それはそのある意味日米同盟に対してそれほどの信頼性を置いていないのかというふうにも取られるわけですが、こういう大統領の下で一つはこの駐留経費の負担増という要求にはどう対応すべきかということと、こういう大統領の下で今後の日米安保体制というのはどういうふうに考えていくべきかという二つお聞きしたいと思います。ありがとうございます。まずですね、なぜトランプ政権のような政権が誕生したのかということにつきまして、これはその911以降のアメリカがその軍事介入への失敗というものから、あるいはその大国間競争での優位の喪失というところから内向きな姿勢を強めていったというところに求められると思います。すでにオバマ政権の時からその兆候はありまして、オバマ大統領はイラク・アフガニスタンからの撤退を公約に掲げて当選した大統領です。実際には IS イスラミックステートが登場したことで、逆にそのシリアなどへの介入を深めていく結果になるのですが、オバマが果たせなかった公約を改めて掲げて登場してきたのがトランプ政権です。トランプ政権は従いまして、そのイラク、シリア、アフガニスタンからの撤退、それから、
中国ロシアとの競争関係というものでも、完全に優位に立つことが難しい以上、ある程度はそのどこかで手打ちをするということを、考えている現実的な政権であるということですね。もちろんその部分的にその貿易問題などで激しくやり合うことはあっても、そのオバマ政権期と比べるとやはりその中国ロシアに対する姿勢というのは、それほど厳しいものではない、まあ、それは人権意識の違いということからも来ていると思うのですが、それほど厳しいものではないということですね。だから競争相手ではあるけれども、手打ちをするというのが、トランプ政権で、それはもうアメリカがだから世界第一の大国であり続けるということに疲弊しているということの裏返しになります。従いまして、その駐留経費の負担増を今トランプ政権が日本や韓国、それから NATO 諸国に求めているというのも、その内向きな姿勢の表れであり、この傾向はおそらくその大統領が今後変わってもそれほど大きくは変わらないのではないかというふうに考えます。従いまして、対応としてはやはりその基本的にはその妥協するとか、その交渉して負担を増やす代わりにアメリカを引き止めるといったことは、その焼け石に水なのではないかと思います。おそらく今のその報道状況を見ている限り、日本政府はその部分的に妥協することでそのアメリカ側を満足するということを満足させるということを考えているようですが、そのなぜ満足させたいかというと、もちろんその日米同盟を引き続き重視しているからであり、米軍を日本に引き止めたいからだということになると思うのですが、どこかでその政策のやり方では限界が来ると思います。で、韓国とアメリカのその米軍駐留経費の交渉で面白いのが、韓国はですね、その駐留経費の負担増に対して基本的に応じていません。これはそのムンジェイン政権が非常にクレバーで、その議会の動きを見ているからです。アメリカ議会はですね、最近成立した国防権限予算法案に、在韓米軍のその最低兵力数というものを盛り込んでいます。これはそのトランプ大統領が北朝鮮との外交交渉でディールして在韓米軍の撤退ということを安易に言い出さないように、その抑止を働かせたという側面がございます。従いまして、ムンジェイン政権としては、あの議会が、在韓米軍の兵力の下限を設けている以上は、トランプがいくらその米軍を引くという恫喝をしてきても怖くないということがあるので、ある程度強気の交渉ができる。これが日本の場合どうかと言いますと、あの最近実はそのアメリカ議会のスタッフとお話しする機会があったのですが、日本のホストネーションサポーターウェルカムだと、いくら出してくれるのかというのが、アメリカの議会の、基本的な言論の傾向だそうで、あんまりその議会の応援は日本の場合は期待できなさそうです。ですが、やはりそのアメリカを引き止めるために妥協するということよりも、先ほどおっしゃっていた今後の安保の考え方を、今後の日米安保の在り方を考える上で、よりその、アメリカへの依存からその相対化する方向に舵を切る時が来ているのだというふうに、その政策上の思考転換を、行う機会なのだというふうに考えるべきだと思います。その多国間の安全保障ですとか、その信頼醸成のための対話というものは、その民主党政権が掲げてその後失敗したために、なんかその政策そのものがダメみたいに言われていますが、そういうことではなく、そのトランプ政権でさえ北朝鮮と外交交渉によって核開発問題を解決しているように、本来安全保障というのは外交交渉と軍事力による抑止というのはセットです。片っぽだけということはありえません。で、日本だけがその抑止力といって軍事力でその近隣諸国を抑止することが可能であるかのように言っていますが、これは間違いです。日本こそがその外交努力によってその地域の信頼醸成をある程度軌道に乗せていくべき時期が来たというふうに考えるべき時が来たというのが、今回のその特別協定の更新に向けた在日米軍駐留経費の負担要求だと考えるべきだと思います。
はい、ありがとうございます。いただいた時間を若干オーバーしてしまいました。まだご質問あろうかと思いますが、これで今日の会見を終わらせていただきたいと思います。会見の前に記号をいただきました。よいしょ。お書きいただいたのは辺境から見るということを書き、何か一言を付け加え、すいません、これパクリでですね、テッサモリス鈴木さんというオーストラリアにいる研究者の方のお言葉、本のタイトルを借りていますが、北海道で生まれ育って今沖縄に住んでいる人間としては、安全保障の現場は辺境であり、その辺境から考えない安全保障というのは無意味であるというふうに考えて、この言葉を選びました。はい、ありがとうございます。それでは日本記者クラブからささやかな記念品をプレゼントさせていただいて会議を終わりたいと思います。どうも今日ありがとうございました。ではこれで会議を終わります。どうもご協力ありがとうございました。